はい、皆さん、こんにちは。ギトです。できました。村人たちが盛り上がってる。できました、線路。ちょっとこの辺全体的にね、こう整頓させたんだけど、最初の村までの道が引けました。線路全部通せた。めちゃめちゃ時間かかったんすよ。とりあえず乗ろうか。乗ろうかだけど、ちょっとね、線路の音うるさいからね、ちょっと音下げとこうね。多分これくらいでいいかな。ちょっと最初の村までめちゃめちゃ長いんすよ。 地図が、余計なもんに押し戻されてしまった。しくった。 なんであんなところにトロッコが放置されてんだ。ちょっともう一回、もう一回出発します。夜になっちゃったけどね。まあ多分最初の村に着く頃にはな、朝になってる。 めちゃめちゃ長かった。何日かけたかな、相当。まあその俺がね、表出てる時間っていうのも、まあ限られてるし、多分1週間近く この道を引くためにめっちゃ頑張った。さっき俺と衝突したトロッコさん、星空がめっちゃ綺麗なんだけどね。多分動画の録画画面には多分映ってないかな。星がめっちゃ綺麗なんだよな。 夜だからね、あんまり。まあ、あとここ湿地帯か。景色がちょっと微妙だけど。ぼちぼちこの地図の範囲からは外れますね。でもね、僕ね、こっからがほんと長かったんすよ。はい、こちらの地図に移動してきました。でこの地図もうまっすぐ縦に、ほんとまっすぐに伸ばして まあ住んで、こう地図を見ながらどこまで線路引けたかなっつって、地図を見ながら一生懸命道作ってたけどね、ほんと終わんなかった。 こんな終わらんことあるっていうぐらい終わらんかった。あそこに魔女の家を発見したんだけど、まあでも魔女の家は別にな、特にめぼしいもんもないし。ワンチャンこうやって道を引いてたら村の一つでも発見するかなと思ったけど、今んとこ特に発見してはいないかな。
あそこにめっちゃ長いキノコがある。キノコ、なんだろうな、縦に伸びるけどなんか横に広がってくれないから、なんか気持ち悪いんだよな。 なんかもっとかさ部分が開いて、なんだろう、しいたけっぽい感じになったりしないのかなと思うけど、あの赤いキノコ上の形はもうあれで固定っぽいからね。この辺もまた湿地帯ですね。でね、ぼちぼち中継点に到着します。地図見てもらったらね、右左右にマークついてるんですけど、これ多分村の位置がね、こうやって残してあるから、これこっから左右に伸ばしたらまだ全然引いてないんだけどね、あっち方面とあっち方面に伸ばしたら線路を別で引かなくていいなと思って、でここで乗り換え。やっと半分過ぎたぐらいだからね。朝日はまだ昇らないかな。あそこの穴気になるんだよな。長かった。何が長かったって、そもそも最初の村にサトウキビ畑を作ろうと思っただけなのに、ネザーで迷子になりーの。マグマタワーのあるの隣か、ネザーゲートのある村に行っちゃいいの。さあ、地図がやっと、この緑の印がね、最初の村なんで まだまだあります。ね、最初の村からまた遠ざかってしまって、道引くかっつって道を引き出して、やっと道ができたっていうとこですね。 でもちゃんとね、取ってきたグロウストーンを持って、サトウキビを持ってるんで、これで最初の村に帰って改めてサトウキビ畑を作ると。まさかサトウキビ畑一つでこんなに大変な思いすると思わなかった。いや、楽しいんだけどね。 やっぱり楽しいんだけどね。そうそう、もともと最初の村からね、多少の道を引いてたんで、まあ、この辺でちょっとこう調整してつなぎ合わせた感じですね。あ、違う、こっちじゃない、こっちは穴掘りをしていた方向だ。乗り継ぎミスりました。 田舎生まれ田舎育ちなもんで、電車の乗り換えがめちゃくちゃ下手です。この道はもうね、潰しちゃってもいいかなっていう気もするんだけど、廃校はもう割としっかり掘りまくって
いやでもまだ掘れるか。まだまだ掘れるはず。最初の村はこっちですね。ちゃんとね、もうなんつうの、線路あっちこっち伸ばしすぎて、だいぶどれに乗ったらどこに行くんだっけっていうの分かんなくなってきたから、看板を立ててね。こうアキト帝国が一気にこう広がった感じがする。この地図まだ全然埋まってないから、この地図メモしたいんだよな。さあ、村が見えてきました。いいね、いい村だね。到着。やっと帰ってきた。帰ってきたぞ。早速ね。早速、サトウキビ畑を。シャベルじゃなかった。ちょっとね、効率強化がめっちゃ効いてる。こんな感じっすね。あー順調。グローストーン足りるんかな。足りんかったらまた取りに行かなきゃいけない。あ、でもギリギリ足りるかな。あ、よかったよかった、足りる。ちょっと焦った。よし、こんなもんですかね。あれ、バケツがない。バケツがねえ。バケツがない。バケツぐらい作りゃいいんだけども。どっかに俺しまってないかな、バケツ。なさげだな。こっちもないな。途中でね、鉄もレールも大量に使うから、鉄も足りなくなって。めっちゃ、近くのね、穴に掘りに行ってたんすけど、おかげで資材が充実しました。白猫かわいいな。お魚ね、あった。にゃんこ、魚やぞ。村人はいい。
村人はいい。よし。あ、オッドアイやん。オッドアイの白猫ゲット。もうあとはね、いつも通りトウキビを植えるだけ。ああ、ほんと長かった さっきから長かったしか言ってねえ。てる途中もう動画回そうかなと思ったんだけど、あまりにも地味な作業すぎて、ひたすら道を引いてっていうだけの本当に地味な作業だったから これを動画として残したら、あげたら作業班に怒られんじゃねえかなと思って。あ、違う。オークのトラップドア。トラップドアをいっぱい作って。あ、違う。こんなもんかな。あ、足りない。足りなかった。ヤンコが溺れとる。ちょっと追加で作んないといけない。ちょっと白ヤンコはね、猫部屋にご案内しよっかな。猫部屋がね、だいぶ充実したんすよ、見て 結構、お、来た来た、白にゃんこ、結構いろんな柄のね、この辺は多分繁殖した子たちかな。同じ顔しとく。いや、まだちょっと寂しいけどね。もうちょっとこう猫部屋っぽい感じを演出したいけど、演出が言えない。
違う。あと2個足りない。めんどくせえ。てかここで作れるな。あと2個。よし。さあ、あとはサトウキビを植えるだけだ。道もちょっと一回引き直した方が、この辺とか結構埋め立てたし、そういえばすっかり忘れていたけど、これでね、村のど真ん中にサトウキビ畑あるけど、ここでクリーパーさんが湧くっていうことは避けられるはず。完成。サトウキビ畑がついに立派なのができた。ああ、嬉しい。感慨深い。この辺がちょっとまだ暗いのが気になるんだけどな。そうで、ここにあった家も潰しちゃったしね。サトウキビ畑を作ったら、今度は、ああ、どうしよう。水槽部屋いい加減。おクリーパーさん、そっちか。この辺がね、まだ割と暗いかもしんない。とりあえず朝を迎えてと。ガラスを俺作ってあった。そう、ガラスをね、大量に一応用意はしてるんだけど、どうしよっかな。どうしよっかな。猫部屋の上。お、雲がおる。やっつけよう。どうせ水槽部屋にするんだったら、あ、そうだ、俺なんかもうここ天井をガラスにするみたいなことを言ってたな。そうしよう。 そうしよう。また、もう
何度目の手間だよって感じだけど。俺はそれがやりたくなってしまった。上でお魚が泳いでる猫部屋。お魚取りに行かなきゃいけないしね。ああ、シーランタンとか取りに持ってくればよかったな。あの海底神殿でいろいろゲットしたものを。またね、まあ線路引いたから戻るの自体は楽なんだけど、トロッコ乗って待ってりゃいいから ただ時間がかかるんだよね。楽なのは間違いないが。トロッコ乗ってる間が暇すぎてね。最近携帯で麻雀のアプリをインストールしてちょいちょい遊んでるんですが、1局とか余裕で打ってるっていう。物がいっぱいだ。ちょっといろいろ。多分こっちにも落ちてる、やっぱり。吹き抜けなんでね。吹き抜けにしといてよかった。エンチャント部屋がね、どうしても地味になるなと思ってたんだけど、これでちょっとはなんかこう上にお魚泳いでていい感じになるんじゃね。実際暮らすならガラス張りの天井とかガラス張りの壁とか絶対嫌だな。何がどう嫌っていうのも。特になんか落ち着かないとかそういう感じではなく、なんだろうな、ガラスだと分かっていながらも突然突進して粉々にしたい衝動に駆られそうな気がする。
ガラスが多分全然足りないね。こんな贅沢な使い方をしていると。さあ、そろそろお時間ですね、そういえば。もう前半ほぼトロッコ乗ってただけだけど。まあ、とりあえず今回はね、まあ、俺が頑張ったトロッコを見てほしかった。それで満足。まあ、次はね、この水槽部屋、ガラス部屋を作って、いい感じに頑張る。はい、というわけで、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。